さんどうしたんですか。いや今日はまたドラフト会議ですよ。なんて今日はドラフト会議ですよ。あ、ドラフト会議、これはねもう1年に1回のもう大イベントなんですよ。だから今日ご機嫌だったんですね。ごめんなさいね、ちょっとあの皆さんあのテレビの画面は映せないんで、相馬さんのリアクションだけ楽しんでください。まだ今年オリックスがねどこを誰を指名するかっていうのがすごい重要で、まあ高校生のやっぱ投手がね今年は豊作なんでそこが来るのかなと思ってます。あ、そうなんですね、うん、来ますよオリックスが。俺か中島監督お願いします。将来を見据え未来志向で大胆な指名はあるのか。いやそうでしょうね、期待十分。いやオリックス1位だからね今今年1位だからね。嬉しそう。いやこれやばいことよ。いや誰なんだろうな。え、誰がいいんですか。いいっていうのはあれだけど、はい、やっぱその小園選手とか、うん、あの風間選手とかがやっぱ今こう森木選手とかね、うん、は注目ってされてるんですけど、まあ、僕はなんだろう、打者やっぱ行ってほしいんですよね。僕はあの坂口詩選手って選手がいるんですけど、はい、その選手が結構左打者で結構大きいのも打てて、まあその僕はすごいね、あのその選手はなんかいいなと思うんですけど、まあなかなかね、でもやっぱ投手は取っといた方がいいからなっていうのもあるんですけどね。あ、どっちも捨てがたいと。そうですよね。だからもう、まあ、ぶっちゃけどの選手が来ても戦力にはなるんですよ。あと好みだと思いますけどね。あ、なるほど、分かんないですからね本当に誰が活躍するかっていうのは。確かに。いやめっちゃ楽しい、いやこれ楽しみ待ってたんですよ今日会議中なんですけど。はい、ちょ、これなんか食べていい子だと溶けてる、ごめんねテンション上がっちゃって、はい、わ溶けてる、すげー溶けてる、うん、全然ドラフト選手はドラフトって分かんないんですけど、うん、やっぱ盛り上がるじゃないですか、うん、これ何球団が参加してるんですか、うん、いやそれ12球団ですそれ。ごめんなさいちょっと知識なさすぎて、まあ、とりあえずパ・リーグ・セ・リーグ6球団ずつっていうことで、小園選手ね。あ、そうですね、多分テレビ画面は私大丈夫だと思うけど、ね、あ、いいんですか、テレビ画面で大丈夫ですよね。あ、でもギリか、やめとこう、ちょっと結構危ういっすね小園選手ね、やっぱりこの選手は何がすごいんですか。まあ、ピッチャーなんですけどやっぱ完成度が高いんですよね、球も速くて、まあ、変化球も良くてコントロールも良くてっていうも本当言うなればもう全てにおいてこうトータル的にいいよねっていう、あ、素晴らしい選手ですね。まあ、一番って声は高いんですよ今年。そうなんですね、はい、身長高いですね。身長は、まあ、まあまあプロ野球選手でも高い方ですよね、185だから、うん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 、やっぱ日本人と中田でかいしね。そうですよね、プロ野球の中田もちょっとでかめだからね、うんうん、しかも150キロ超えってすごくないですか。まあすごいですよ、でもこれ157キロは風間慎太選手、風間球太って名前すごくね。あ、ほんとだ、もう野球するために来たみたいな感じとかあるよね、はい、球に打つって感じですもんね。すごいよね、すごい157キロ、球太って名前つけて157キロ出すってもうすごいよ、ね、やばいっすね。え、英才教育の過程なんすかね。いや、わかる、そうだろうね、でもね、うんうんうん、やっぱ潜在能力が高いって言われてるよね、うん、これはソフトバンクが1位指名するって、これはっていうかこの選手はソフトバンクが1位指名するっていうのはもう指名し、あの公言してますね。あ、そう、あ、そういう事前の公言もあるんですね。そうですそうです、俺はこっち行くぞだからお前ら分かってるよなみたいな、その駆け引きもある。なるほど、で何も言わないで公言してるやつ、はい、他の人が他の球団公言してるの行っちゃうみたいな。あ、お、え、それ面白いですね。面白いですよ、森木大選手ね、もう中学で150キロ出した選手だから。え、逸材ですね、まさに逸材です、すごい選手ですよ本当に。これってあんまり話しかけない方がいいですか、聞きたいですか。何がこの、あの選手、いや、それ動画撮ってるからね、聞きたさはあるけど、まあ、いや、でも楽しみだな。そうですよね、いやいいな、まあ、あのミッチーとか知らないからね、こう知らない人が楽しめるようにした方がいいからね。あ、そう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 、なんか質問してて、なんかその相馬さんもなんか質問したら返してくれるじゃないですか。うん、全然いい、はい、やっぱそのドラフトを楽しんでもらえる、野球を楽しんでもらえるっていう人がね、人に増えたら僕は嬉しい。目パキってる。そうです、え、さっきあの参加するのは12球団って言ってたじゃないですか、うんうんうん、生徒、あの選手は何人ぐらい参加してるんですか。いや、もう多分何人だろう、
めっちゃいるよ、それ。だって、要は12球団が1位から大体5位ぐらい指名するわけで、60人は絶対いるわけで、そこから育成とかでも含めて、まあもっといるんだけど、はい、もちろんその、登録してる人はいっぱいいると思う、もっと。あ、俺はプロに行きたいんだぜっていうのは、そのテストするんだけど、絞った時みたいな、プロ行きたいですっていう人が、はい、大事なんだけど。ああ、なるほど。そこに登録した人から、うん、そうそうそう、選ぶっていうことですね。60人ってことは、1チーム5人獲得できるんですか？いや、何人でもいいの、それは。あ、何人でもいいんですね。ただ、プロ野球のそのチームの制限があるから、70人かなっていう制限があるから、その中で選ばなくちゃいけないわけです。あー、なるほど。だから、残りの定員数が何人いるかで、指名する順位も変わってくるし、っていう感じですね。すごい。そういう知識があると面白くなってくる。そうです、そうです。だから本当に結構駆け引きなん。そうですよね。でドラフトってくじじゃん、はい、で12球団で引くんだけど1巡目は全部くじなの、うん、へえ。だから被ったらくじ。なるほど。そうそうそう。でくじ引いて、うん、だからさっき言った小園選手とかは多分被ったりとか、うん、加藤健太選手とか被るの、うん、人気な人はいろんな球団が俺も欲しいってくじ引いた人がもう指名権があるっていう、うんうんうん、それすごくない？すごいっすね、うん、そういうなんかこの駆け引きがあるんでね、はい、うん、オーケー、いらっしゃい、うん、あ、今ドラフトやってる？あ、そうなんだ、うん、ドラフトやってるからっていうのがあるからね、ごめんね、邪魔して、あ、邪魔とかじゃない、みんな楽しもうよ、せっかくドラフトなんだからね、企画会議っすね、今、うん、なんかこう中断する意味ありますか？あのなんかそういうなんかネガティブなやつやめない？なんでそんなネガティブなの？中断する意味ありますって俺じゃあ言ったことある？君ね、タバコ吸ってる時に中断する意味ありますって言わない、言わないじゃん、そりゃそうじゃん、まあでも確かに、うん、俺見てた時は、うん、最近全然野球、うん、とか、まあ、あの小学校中学校の時はすごい怒ってたんですけど、うんうん、最近見てないんで、その時はでも確かになんかこうテンション上がった時、いや、そうなんそうなん、やっぱあと甲子園見てたりするとね、うん、やっぱよりこうなんだろう、応援してたマークとハンカチ王子どこ行くんだとかさ注目してたじゃん、うん、ね、そういうのがあるともういいんだけどね、今年とか終わるね、まあそうだからね、まあ、そこまで盛り上がってるかっつったらそうかもしれないから、プロ野球ファンとかね、なきかもしれない、カルビね、うん、カルビね、そうだよね、うん、カルビもだって高校球児だからね、確かに甲子園出てるからカルビ、へえ、まあ3で応援してた、でも甲子園出場校だもんね、うん、出身の野球部ですから、すげえ、すげえ、いや一番テンションあって、実は、実はこう見えて照れ隠し、今スカウト細胞とか見てんじゃない、多分、いやもうずっと可愛く見てた、うん、選手の中でってことこれもゲイやんかあー、ブライト健太選手ね、アドゥブライト健太選手ね、すごいんだ、もうやっぱもう身体能力すごいね、やっぱすごそうだもん、アドゥブライト、いやもうすごいよ、強そう、ガーナ人、父がって感じね、パワーヒッターみたいな、もうパワーもあるし足も速いしっていう、肩はそんな強くないって言われてるんだけどね、うわ、ん、三浦だ、三浦選手知ってんだやっぱ、いや、言う、まあ番長、あ、番長、あ、やっぱ番長知ってんだ、なんかその時代は知ってるかも、うん、あで、引く人の時代ってことだよね、多分ね、はいはい、俺らね、引く人の時代ってことだよ、吉野部とかも今監督ですか、うん、いや、吉野部監督じゃないよ、吉野部選手ね、うん、高橋吉野部選手、うん、だからあの桐蔭出身だったんですよ、ああ、そっかそっかそっか、え、桐蔭、桐蔭が優勝した時に、うん、吉野部、へえ、桐蔭高校、桐蔭高校、意外なんだけど、意外、だからもっとあの無名の変な高校のイメージ、桐蔭ですよ、桐蔭なんだよ、しかも吉野部選手だから桐蔭から慶応だからね、確かに、うん、いや、来るよ、お、来る、ヤクルト、隅田かな、あ、DeNA だ、お、小園選手なんだ、これと、まあ1位っていう、1番って言われてるからね、高校生、なんかね、中日、ブライト健太って言われてるから、中日は、あ、日本ハムか、次、日本ハム、あ、タツ選手、おい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 、おと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 、マジでマジでマジ、ジョーゴ、ほんとごめん、ほんとごめん、タツコウタ選手来た、タツコウタ選手、あアドゥブライト、あ、ブライ、やっぱアドゥブライト、あ、まさいまさい、なんちゃんすかアミ、ごめんなさい、アミなんちゃんすか、これマジでビデオアミ、えアミ、大丈夫、うん、チヒロ
次やったらあれ次やったらこうあー住田違うあー住田千尋選手だやっぱり、やっぱ攻撃してたもん公言してたもんねあーちょっとおいで、誰あ、もういいよ誰え、隅田千尋隅田千尋選手来たほらやっぱね公言してても奪うってパターンあー福岡ソフトバンク風間球太選手ね風間まあまあまあこれはもう公言してるから風間球太選手ね掛布は出てこないですか掛布は出てこないえオリックスはどこ取ると思ってるんですか。いや小園健太選手って言われてるけどね。巨人ね。ユフレは出てこないですか。ちょっと静かにして。はい。立つ。隅田。あ隅田。ジャイアンツも隅田。隅田ジャイアンツも隅田。球団競合です。えもう三球団も競合してる。すごい。まあ、即戦力って言われてる。ちょっと。もう本当に頼むよ。本当に頼むよ。帰っていいですかね吉野宗氏吉野宗氏できた俺までびっくりしちゃった吉野宗氏このパワーヒッターねパワーヒッターパワーヒッターえ楽天吉野なの阪神誰小園健太やろじゃないですかいやー小園健太さあコーヒー飲むコーヒーコーヒー飲むまあ今ちょっとコーヒー飲む今大丈夫だ小園健太選手かお酒飲もうかお酒飲むのやむっすよ佐藤選手かな国語室外しえ保守あ、ま、うわー松川小園保守もう今年保守で、まあ、めっちゃいいって言われてる保守保守欲しいんだちょっと待って、静かに井口ねチョコレートいる違うチョコレートいるチョコレート大丈夫うん、静かに隅田千尋ほら、やっぱそうやなオリックスどれ行くんだろうねこれ次オリックス来るよ。ちょっと小さい。いやちょっと待って、オリックスマジ大事。オリックスマジ大事。本当にオリックス大事、マジで。ちょっと待って。誰から今消しましょう。小園健太、いや、静かに。小園健太選手。ムクノキ。ムクノキ東北福祉大学のパワーピッチャー。オリックス単独指名で。そこに来るんだ。北海道日本。どういう、それはどういう。まあ、まあ、要は小園健太選手とか、タツ選手とか、まあ、あと、まあ、その何、即戦力って感じ、即戦力っていうか、その高校生の、その、すごい、こう、スケールがでかい選手が多い中で、オリックスは向野義連って東北福祉大学の、まあ、まあ、すべて、早くじゃリリーフが今欲しいから、オリックスって。だから、まあ、そのリリーフ適性のある選手を指名したっていうのはあるんだけど、まあ、2位とかで行くって言われてたんだけど、どうしても欲しかったと思うね、向野義連選手。いや、1位指名で行くってことはすごい。いや、だからもう多分、本当に欲しかったんでしょ。いや、そう、オリックスが、その、今1位だから、そう1位だから、だから、その2位以降はその最下位から順番に指名できるわけ。え、待って、オリックス1位なんですか、今。そうだよ。ああ、え、今2位だったんで上がったんですか。上がりました。じゃあ、なんだっけ、首位でこうやってたじゃないですか。そうそうそう。え、全部勝ったんですか、全勝。まだ全勝してない、まだ。あ、決まってない。そして2位のコーフは立つ。うわぁ。注目されていましたが。立つコーフ選手ね、めちゃめちゃ。193だ。ごめん、間違えた。はい、約1年間、うわ、向野義連選手で来たね。記者会見やろうか。だけど能力的にはそんなに違わないんですよ。そこら辺